はい、長尾が戻りましたと。おかえり長尾イズバック。バラオヤバタヤバック。はい。なんて。今日は何、納豆かな。今日はですね、はい、あれですね、なんだっけ、とろろそば。お前さ、ま、元の慣れも持ってくのやめろよ、マジで。ぐちゃーってなってるから。あー、今、なってる、うん、なってるなってる、全然なってる、超なってる、やばいほどなってる。すいませんね。いや、これだけパッて食っちゃうじゃん、パッ。オッケーオッケー。待ってて。オッケーオッケーオッケー。あの、話だけ聞いてるわ。オッケーオッケーオッケー。そばはなー、そばはダメよ。もう本当よ、食うときミュート案件、本当にそれだよな、マジで。長尾、なんでそんな音鳴るもん持ってきちゃったの。まあしょうがないよな、その日のご飯ってあんまり変えらんないもんな。いや正直ね、ネバネバ丼とかめっちゃ好きだよ。あの夢庵のね、うまか丼とかね、美味しいじゃん。美味しいけど、いいから早く食え、そんなことしてないで。集中しろ、飯に。喉に詰まらせないでね。そば喉に詰まらせるのよほどの重さだと思うんだけどね。どうなんだろう、わかんないけど。夢庵のおそばは食べたことない。夢庵はなんかうまか丼みたいなものは食べたことあるけど、すっげー顔動かすじゃん、どうしたの。すごいこんなになってるけど、もうメタルのライブにでも行っとるんかっていうぐらいな。やばいけど、メタルって言ったらちょっと怒られちゃうか。メタルって言ったら怒られるね、多分ね。どの分類ですかって言われちゃうね、多分。初配信でペヤング食べてた原月が、いやいやいや違うじゃん。だってさ、とろろそばって粘り気あるやん。とろろそばって粘り気あるじゃんか。ないじゃん、ペヤングって粘り気。じゃない、そう思わないですか、そう思わないですか。僕はペヤング食べるときにズルルっていうのは言うかもしんないけど、とろろそばってさ、ね、ちょっと粘着してたからズボボってなるじゃん。ペヤングはもう食べないんですか。いや、もう食べないかな。あれはだってつかみだから。いいか、早食べなさいよ、お前は。笑ってねえで、笑ってねえで、早食え。お前、口開いてる状態で食べられるわけないやろ。ちゃんと口閉じて食べや、お前。食べた。早いな、お前。美味しかった。一瞬で食べるやん。うん、まあそばだけだ、この後ちゃんとしたの食べるわ。そばだけだとしてもめっちゃやばいよ。もう